では今回の能登豪雨で現地へ取材に行った皆谷心記者です。皆谷記者は能登に大雨特別警報が発表された21日ですから土曜日から昨日まで4日間主に輪島市で取材をしました。輪島市の西側にある門前町と一時孤立状態が続いていた町の町について詳しく伺います。まずは門前町から教えてください。まずは私たちが向かったのはこちら輪島市の西側にある門前町です。能登半島の大動脈である国道249号の中谷トンネルで大規模な土砂崩れが起きていました。はい、1月の能登半島地震で能登半島の道路は大きく損傷し、今も各地で道路の修復工事が行われています。この中谷トンネルも同じように道路の復旧工事が行われていたところで、本来であれば今日緊急車両や地元車両のみですが通行が可能になるところでした。元日の地震から9ヶ月復旧復興へと一歩一歩希望の光を持って歩法を進めていく中でまたこの大雨で被害があったということですね。はい、そんなタイミングでこの豪雨が発生し工事の作業員ら5人が一時行方不明となっていました。はい、そして消防や自衛隊などの捜索によりトンネル付近で作業員や地元住民などの14人が救出され、そのうち男性2人が死亡しました。私は交通誘導をしていて帰り道に被害に遭った男性に話を聞くことができました。救助を待つ間いつ来てくれるのかとつらかった。家を出るときに妻が持たせてくれたおにぎりを半分ずつ食べてしのいでいたとこちらの男性が話されていました。今映られている今映っている男性ですね。はい、一時孤立状態が続いていました輪島市の町の町も取材しました。こちらですね、この土砂が流入しているところが多かったところですよね。はい、こちらは町の町を流れる鈴谷川のすぐそばにあるスーパーの店長が撮影した映像です。はい、こちらスーパーの店内に茶色い水が流れてきているのがよくわかると思います。地震後すぐに営業を再開し地元住民の生活を支えていました。しかし今回の豪雨により商品や肉を切ったりする機械にも土砂がかぶっていました。営業の再開見込みは立たずどうにかしないといけないけどまずは自分たちの生活が大変だという話もされていました。というのも次の映像を見ていただきたいんですが、次の映像ですね。はい、はい、店長の父は足が悪いため土砂で埋まってしまっているスーパーの1階にベッドを設置してこちらのベッドで生活されています。この場所で寝ていたんですね。はい、こちらも私が取材した時も足のくるぶしぐらいまで泥で埋まってしまっていてとても歩きづらかったんですが、足の悪い店長の父にとってはとても動きづらい場所なんですけれども泥だらけになりながらも寝ているといいます。今も怖い思いで過ごされていることかと思います。はい、スーパーに物がない状況じゃないですか。周りの方は今どのように生活されているんですか。はい、こちらの町の町にはもう営業しているスーパーがないため隣の能登町のスーパーまで車で30分ほどかけて行かれている方が多いということです。その車で移動しているということは道路などは通常通りになっているんですか。通常通りとまではいかないんですが、のり面の崩落により道の片側は使えなくて片側通行の中で皆さん移動されている方が多いです。なかなかまだ交通の整備はできていない状況なわけですね。はい、そうですね。そのため渋滞も続いていて向こうから来るかなこっちから行けるかなと探り探りの中移動されている方が多いです。地震の後もそうですけどもその信号機が整備されるまでなかなかこの渋滞も含めて交通がインフラが整わないと移動ができないという現状ですよね。はいはい、そして皆谷記者他に感じたことを教えてください。はい、こちらに取材メモを書きました。はい、上の方地元住民の方が口を揃えて言っていたのは地震の時はなんとか納得できたけれど今回はもう悲しさを通り越しているということです。1年に2度目の大きな被害ということもあるでしょうね。はい、はい、またこちらと地震の時に起きた海苔面の崩落などを撤去しようと復興のために木を伐採していたらその木が流れてきて今回の被害につながってしまった。